入院が時に必要な精神疾患5つ精神疾患は可能なら外来治療で改善を図りたいですが症状が重い場合など主に次の5つの精神疾患で時に入院が必要になります1統合失調症幻聴や妄想が目立つ急性期の状態では時に混乱などから自他に危険が生じその場合は入院が必要です2双極性障害 強い躁状態の時はトラブルが時に反復し、強いうつ状態の時は自分に危険が生じ、時に入院が必要になります。3. うつ病。うつ症状が重度になると強い不安から混乱したり否定的思考に飲まれて危険が生じるため、時に入院を要します。4. 摂食障害。拒食が続いて体重が減りすぎると時に健康状態に危険が強く生じ、その場合入院での介入が必要になります。5. 認知症。 特に周辺症状から周りへの妄想や興奮などが強まり危険が生じた場合、時に入院して状態の立て直しを図る必要が生じます。